こんばんは。お疲れ様でーす。お疲れ様。やっほー。お疲れ様です。ありがとう、来てくれて。こんばんは。こんにちは。ロコポコマシュマロありがとう。こんにちは。なんか22時から予約してたんですけど、早めにできそうだったので早めに始めました。こんにちは。ありがとう。ありがとうございます。こんにちは。小林さん、ハートありがとう。小林さん、音符ありがとう。みんな今日何してたの？今日何してたの？みんな今はさ、今日何してたの？今日日曜日か。日曜日か、今日は。こんにちは。ありがとう。ピンストライブさん、シキシキありがとう。スーさん、ハートありがとう。ロコポコハートのキャンディーありがとう。えいちゃん、メールの写真可愛かった。えマジ嬉しすぎる。嬉しい。ゆるい感じの内海好きですか？ゆるい感じの髪型。あの時前髪巻いてなかった。ガチさん、ハートありがとう。実家で寿司食べた。いいな。なんかお寿司食べるのも羨ましいけど、実家でっていうのがいいよね。実家で食べるお寿司って最上級に美味しい。最上級に美味しいよね。実家で食べるお寿司いいな。なんかさ、確定申告さ、毎年親がしてくれてるんですよ。まあ手伝ったりもするけど、それでなんか岡山帰ってくるんだったら、帰ってきて確定申告やり方教えてって言われたんですけど、結局帰らなくて。今年も親が全部してくれた確定申告。あの領収書仕分ける作業はいつも一緒にやるんですけど、その税理士さんのところに行って、そこから一緒に説明聞いたりするのはなんか結局いつもできなくて。そろそろもう来年こそはちょっとやらなきゃ。やばい。
いつまでもいると思うな、親とお金、お金と親だっけ、わかんないけど、なんかそういうのあるじゃないですか、そういうセリフあるじゃないですか、親と娘みたいな、親とお金みたいな、いつまでもあると思うなみたいな。だから本当にとやばいと思って、いやなんか確定申告は父の友達が税理士さんだからいつも税理士さんにやってもらってるんですけど、領収書を仕分けたりとかそういう作業は自分でやって、で税理士さんとお話しするのはあのいつも親が言ってくれてるから、話したけども聞きにおいでって言って母がね言ってくれるんですけど、なんか言ってくれてた、気がついたら気がついたら。まあでも税理士さんがいるから大丈夫なんですけどね。わあ、だるまありがとう。私確定申告した、お疲れ様です。お寿司何好き？お寿司はお寿司はプリンかな、プリンが好きかな。お寿司はマルフクハートありがとう、ゆういちくんハートありがとう。お寿司はねマグロ、マグロ、サーモン、炙り、オニオン炙りサーモンとかが好き、うまいよね。還付金、いやマジ帰ってくるの大事だよ、確定申告、帰ってくるために確定申告やってるからうちらでもさ結局さ足りなかった分のさ税金をさ払ったりとかさ、まあ、とかさ、なんか他の生きていく上でさお金がかかるわけやん、帰ってきても、だから残しとかないといけないっていうので、もう今年はあの帰ってくるんですけど、なんかもう全部父に任せました、もう自分の手元には置いとかないっていう、自分の手元にどちらにしろ生きていく上でのお金が必要だから、なんかいろいろね、だから自分の手元に置いとったらもう使っちゃうから、父にちょっとそれを全て捧げます。こんにちは、けんちゃん、マシュマロありがとう、いわちゃんマシュマロありがとう、ゆきめるちゃんマシュマロありがとう。明日からレッスンが始まるよ、明日から頑張るぞ、おー明日からまた頑張るぞ、みんなで。ちょっと今日断捨離しててすごくショックなことがあったから聞いてほしいんですよ。なんかあのケツマケンの、ケツマケンとか目がかゆい用の目薬を買ったんですよね、最近アンタデスク、アンタデスク買ったんですよ、ドラッグストアで。でそれで何かちょっと薬箱を整頓しようと思って、その目薬を薬箱に入れてたから薬箱を整頓しようと思って薬箱開けて整頓してたら、もう1回か2回しか使ってないようなほぼ未開封のあの目薬が。全く一緒の種類の目薬が置いてあって、
もうめちゃくちゃショックでした。二度あることは三度あるんですね。過去の自分がね、買ってたんですよ、その目薬を。しかもまだ使用期限全然使えるやつで、全く同じ目薬をね買ってて、2個も。でまた今回買ってきたわけだから、同じ目薬が2個あって、もうショックでしたショックだったよ。でさ、もう2個もあっても使い切れんけんさ、もう捨てました、古い方。なんか結局かやーって、同じものをね2個も買ってたんですよ。いやもう捨てたんですよね、古い方怖いから。全然使用期限あるし、全然使ってない、ほぼ未開封みたいなやつだったけど、なんかもういつ買ったか分かんないし、やめとこうと思って捨てたんですよ。だからもう、まあ断捨離という意味を込めてもう捨てました。いて上がね引っかかった。私物プレゼント、もう捨てちゃった。私物プレゼントできてるんだったらしたいな。私がもしファンクラブ作ってたら、ファンクラブでプレゼントしてたかもしれん、中身の焼きだけ捨てて。使用期限2年過ぎてる麦薬使ってる、やばーい、それやばいよ、よくないよ、使わない方がいいよ私が使用期限全然ある新しい目薬渡してあげればよかったな。なんかお部屋をめちゃくちゃ綺麗にして、なんか自分の部屋じゃない波にすごく今お部屋が広くなってるんですよ。マジなんか私新しい、なんかベッドから見る私の部屋の風景があまりにも広すぎて、自分の部屋ってこんなに広かったんだって思うぐらい部屋が綺麗になったんですよ。でいらない机とかも捨てて、カーペットとかも捨てて、なんか本当にめちゃくちゃ断捨離したのね今日。で部屋がめっちゃ綺麗なんだけど、なんかベッドのシーツとかも、もう4年間ぐらい使ってて、私もう物持ちいいからさ、ずっと同じもの使ってるんですけど、なんか新しいもの欲しくなってきてさ、そろそろ。でなんかテレビ台っていうテレビ台がなくて、私の家なんか机の上にテレビを置いてるって感じなんですけど、でもなんかいつ引っ越すか分かんないし、別になんか必要ないかなと思って買ってなかったんですけど、部屋が綺麗になったから、なんか部屋の系統をざっと変えたいなと思って、なんかいろいろ調べてたら、なんかシーツを買い替えたいからね、シーツを調べてたらテレビ台が欲しくなって、でそうしたら今度カーテンの色も変えたくなってそうしたら今度なんか今使ってるこのクッションのなんかソファーっていうか、この柔らかい丸いクッションのなんか座布団も変えたくなって、ほぼ部屋の家具を変えたくなって、ちょっと葛藤してます、自分の心と。なんかもう家具を一斉に変えるってなるとさ、すごい大金じゃないですか、めちゃくちゃお金かかるじゃん。シーツを変える、カーテンを変える、テレビ台を買う、この丸いなんか今座ってるやつも変えるってなると、でカーペットも変えるってなると、もうごっつお金じゃん。だから早く、私の母と父は広島県に来て、私のこの古いカーペットをどっかやって、新しいあのフランフランの私が過去に買ってる夏用のカーペット持ってきてほしいじゃないと落ち着かない。ちょっとあの送ってきてください、ほんまフランフランのカーペット。もう部屋の系統変わりたすぎて、なんかもうこの今使ってるカーペット嫌だから、ちょっと夏用のカーペット持ってきて親へ。あの、ま、あの丸いふわふわのあのちょっとなったのがめっちゃ可愛いフランフランのやつ持ってきてください。ハルルマシモラありがとう。お肉しょうさんマシモラありがとう。
チャーキーハートありがとう。マジで頼みました。YouTube 見ました。とても可愛かった。おーこんばんは、ありがとう。まつさんもしもらありがとう。はとくんもしもらありがとう。ゆういちくんハートありがとう。なんか気持ちが変わってきて、なんか部屋をリニューアルしたくなってきて、なんかシナモンくんのぬいぐるみがもう大量にあるんですよ。もうマジで大量にあって、ちょっとどうにかしたい。なんかありすぎてもうやばいの。シナモンくんのグッズが大量にありすぎてもうやばい。なんかこのベッドの位置も変えたいし、すべてもうリニューアルしたくて、この部屋を気分転換に。ちょっと飽きちゃって今。ぬいぐるみとかってどうしたらいいんですか。なんかもう大量にありすぎて、シナモンくんのグッズとかぬいぐるみがもうありすぎて、どうしよう、なんかどうすればいいの。でもシナモンくん大好きだからさ、誰かにあげるっていうのが嫌なんですよ絶対に。大事にしてるし、私も無料でさゲットしてるわけじゃないからさ、何円もお金かけてこのシナモンくんに費やしてくるからさでも私そのファンの人がシナモンくんのぬいぐるみを送ってくれるわけじゃなくて、私のシナモングッズはもうほぼ全部自分で揃えてるから、そうりえちゃんもさぬいぐるみをねあんま送らなくて、あんまっていうかもう全然届かないから、だからちょっともうこのぬいぐるみを大事にしたいんですよ。これはもう自分で費やしたものだから、大事にしてるからね。そうぬいぐるみなかなか捨てにくいし、私はもうシナモンくんが好きだから本当にこの大量のぬいぐるみをどう収納するかって、そう収納の仕方が難しくて、スーさんだるまありがとう。ぬいぐるみとかってどうやって収納したらいいんだろう。ぬいぐるみの収納の仕方が分からん、未だに正解が分かんない。なんか私の母は収納する用のなんかあれを買いなさいって言うんですけど、
なんかそれだと部屋が狭くなっちゃいそうで嫌で部屋が狭くなるのは嫌なんですよ。ちょっとわがままなんだけど。ぬいぐるみ収納。ぬいぐるみの可愛い収納の仕方調べたけど、難しいな。部屋にやっぱ1個か2個置いてあるぐらいがちょうど可愛いのかもしれないぬいぐるみの収納の仕方が分かんなくて困っています。あつみさんは。しかもちっちゃいぬいぐるみじゃなくてもうでかいぬいぐるみばっかりなんですよ。私のシナモンくんはもうビッグサイズなやつばっかなの。ぬいぐるみ収納壁収納。あ、待って、めっちゃいい壁収納というものを見つけた。壁に収納する、え、めっちゃいいやん。壁に収納する、圧縮。ぬいぐるみベッドの上、ベッドの上にね置くのありだなと思ったんですけど、置けないぐらいの量なんですよ。もうね、みんなが想像してる倍以上ありますからねでも誰にも見せたことがないと思う、このシナモンくんの量は。もうね、やばいの。ここからここが部屋だとしたら、ここの配信画面、この黒い枠、黒い枠のね、この配信画面、ここからここが部屋だとしたら、ここのね配信画面からここが、こっちの部屋からこっちの部屋だとしたら、シナモンくんここら辺までいますからで、これが反対の壁一覧にブワーってあるのだからほぼ半分シナモンくんなんですよ。しかも横一列じゃなくて縦にもこうなってこうなってるから、もうほぼシナモンくんで、前この前配信した時にちょっと見えたと思うんですけど、ベッドのところにもシナモンくんが置いてあって、やばいんですよマジで。もうこんな、ここからここ、ここが部屋だとしたら、おいしいけど三段ボックスに飾ってたり、おー、百均のものいろいろ使って試行錯誤して、やっぱ試行錯誤するよね、難しいよね。ぬいぐるみどうするか問題難しいですよね。ゆきむれちゃんハートありがとう。難しいよ。テレビ台とかをちょっと買おうと思ってるから、テレビ台とか買ったら下に収納できたりするじゃん。そこら辺にまあ置けるシナモンくんたちは置いていこうかなとかって思うんですけど、テレビ台もそんなでかいわけじゃないから悩んでるんですよ。だからといってクローゼットに入れるのもなんかかわいそうで、クローゼットは絶対ダメだよって思ってるんですよね。
こんばんは。天衣と床のハリーラックで伝票で伝票伝票付近伝票ってなんだ伝票ってなんだろう。店員ら辺にも飾るってことか。前髪この前切ったばっかやない。長いな。前髪マジで最近切ったばっかりなんですよ。なのに長いぞ。なんか伸びるの早いな。天井なんか私前もなんか天井のことを天衣って呼んでなんか天井のこと天衣って呼んでなんかバカにされた記憶があるんですよ。やっぱバカはバカだな、いつになってももうダメです。私40歳になってさ、天井のことさ言ってたらもうほんまにやばいやつだと思われる。ほんまに真剣にさマジで勉強せんと、ほんまにバカいけん。ほんまにバカは何してもバカや。バカにされた記憶があるっていうけど、そりゃバカにされるわっていうお話ですよ。だってバカだもん本当に。なんかこうやって自分で自信を持ってバカって言ってるのも本当にアホみたいで、なんか辛くなってくるんですよね。こんにちはでも辛くなってくるとかっていう割には全然吹っ切れてるから本当は辛くないこうやって勉強ができなくてもこうやって振り切ることが大事なんです勉強できないって素直に言うことが大事なんですよねでもこれはアイドルだから許されるかもしれんけど、私がもし一般人に戻った時にほんまにこの調子だったらほんまにやばいぞっていうお話じゃないですか。ほんまにやばいぞっていう、働けないよ。でも私コンビニで働いてて漢字読めなくて苦労したことないから別に大丈夫か。漢字検定受けるとかありやな。うつめにね漢字検定合格するの道合格するの道どう。うつめにね漢字検定合格するの道、合格への道第一歩勉強。メールでさ覚えた漢字一通送ろっかな。ちょっと明日からさメールでさ、メールでさ企画化してさ一日一通覚えた漢字を送る、その日に覚えた漢字一個送る企画をしたらさ今日から毎日
それ1年で賢くなるんじゃない？ちょっとやってみようかな、モバメで。普通のメールも送るんですけど、必ず一通は漢字のその日に覚えた漢字を送るっていう。そしたらみんなも賢くなるし、私も賢くなる。え、やろうかなそれ。それします。もう本当に賢くなりたいから賢くなりたいからそれします。そうするわ。なーこんハートありがとう。漢字検定とかなんかそういうのじゃなくても、ほんまに私が賢くなるためには勉強が必要なので、一日一通は絶対に漢字、覚えた漢字を送るっていう企画化します。じゃあだから送るわ。とりあえず明日送るのはもう定員確定定員確定。サンジカルさん、ネジありがとう。おもろい。壇上読もっかな。じゃあありがとうございました。壇上読んじゃおっかね。ちょっと待ってよ。じゃあ壇上見まーす。ありがとうみんな。じゃあ13位サージカルさんありがとう。12位ケンちゃんありがとう。11位スーさんありがとう。10位鬼軍曹さんありがとう。9位丸福ありがとう。8位小林さんありがとう。6位はずちさんありがとう。5位広島レモンさんありがとう。4位雪メロディーありがとう。3位りょくありがとう。2位ロコポコありがとう。そして1位がアドゥパンハルルンです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとう。みんなもしよければインスタグラムとこのルームのフォローもお願いします。 X もインスタグラムやってるので、もしよければフォローしてください。じゃあまたね。明日ありがとう。明日も配信する。明日さ、もしかしたらさ、朝やって夜にもやるかもしれん。2回に分けてするかもしれんけん、もしよかったら来てね。明日2回に分けてするかも。じゃあね、おやすみなさい。ありがとう。じゃあね。インスタやってますよ。インスタグラムはこの固定に貼ってあります。じゃあバイバーイ